ミサイル巡洋艦とは軍艦の艦種の一つでミサイルを搭載している巡洋艦のことである。主にアメリカが市中国とロシア連邦で開発、運用されているが両国においてその性格は異なっている。アメリカとイギリスではそれぞれ1943年頃より艦隊空ミサイルの開発に着手しており、対戦末期に日本軍が行った 特別攻撃の脅威を受けて開発は加速していた。アメリカでは1944年に開始されたバンブルビー計画を基本として開発が進められており、ここから派生した中射程型のテゲアは1948年本命と位置づけられていた、長射程型のタロスも1950年には試作に入った。初の心臓ミサイル巡洋艦ロングビーチ。 アメリカ海軍において、これらのミサイルは、まず既存の軽巡洋艦、重巡洋艦への回収によって装備化されることになり、1952年度予算で、ボルチモア級重巡洋艦2隻がテリアを搭載した、ボストン級として改装されたのを端緒として、順次に改装が進められた。また、兵装のミサイル化と同時に、機関の格動力化も図った、ロングビーチも建造されたが、 巨額な建造費が災いして、同系艦は建造されなかった。また、特にテリアは、より小さい駆逐艦ベースの船体でも、十分に収容できることが判明したことから、巡洋艦への改装はそれ以上行われないことになり、代わって駆逐艦を拡大したミサイルフリゲートの整備が進められた。しかしこのミサイルフリゲートはどんどん大型化、有力化していったこともあり、 1975年の監視再編の際にミサイル巡洋艦と解消された。また1978年度のタイコンデロガ級はスプルーアンス級駆逐艦をもとにイージスシステムを搭載するよう設計を修正したという経緯もあり、当初はミサイル駆逐艦として類別されていたものの、結局ミサイル巡洋艦に類別変更されている。一方、ソビエト連邦海軍では、 1956年より誘導ジェット兵器を備える駆逐艦の開発を進めていたが、巡洋艦を失うことを憂慮した海軍上総部への配慮から、これは1960年代に入って58型ミサイル巡洋艦と解消され、ミサイル巡洋艦の行使となった。アメリカ海軍のミサイル巡洋艦が艦対空ミサイルを主兵装とした防空艦であったのに対し、 これらのソ連海軍のミサイル巡洋艦は、むしろ艦隊艦ミサイルを主兵装として、対水上戦を主任務としていた。また運用者自身は、ミサイル駆逐艦と類別していても、外部観測筋によって、ミサイル巡洋艦と種別されることもある。例えば国際戦略研究所では、満載排水量9750トン以上の水上戦闘艦を一律に、 ミサイル巡洋艦としており、海上自衛隊のアタゴ型護衛艦、マヤ型護衛艦、大韓民国海軍の清掃大王級駆逐艦や、中国人民解放軍海軍の霊語後後ガ型駆逐艦は、ミサイル巡洋艦として扱われている。タイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦アメリカ海軍ソビエト連邦海軍、ロシア海軍黄色普及原子力ミサイル巡洋艦。 イタリア海軍ソビエト連邦海軍、ロシア海軍海上自衛隊大韓民国海軍、中国人民解放軍海軍。ありがとうございます。